皆さんこんにちは。株スタ7110よりマーケットトゥデイお伝えいたします。本日の東京株式市場ですが、上下動していたんですけども、若干小安く終わっております。週末のアメリカの株式の下落、そしてヨーロッパ株式の下落もありました。そういった流れを受けまして、夜付き段階からですね、大きく売り越されるような形になったわけなんですけども、日経平均株価ですね、夜付きの値段がこの日の一番安値となりまして、その後上下動を伴いながらもですね、引けにかけてややこう持ち直してきたというような相場付きだったかと思われます。それでは指数の方をですね、若干確認していきたいと思います。まず日経平均株価の方なんですけども、2万トンで387円ということですね。19円安で終わっております。ここ安値書いてありますけども、2万トンで205円、これが寄り付きでつけた値段なんですけども、これがこの日の安値となっております。そしてトピックスですね、東証2部、そしてジャスダック、マザーズともにプラスで引けているという状況です。為替の方に関しましては、若干円高だったかもしれませんけども、そんなに大きな動きは今日としてはありませんでした。そして東証のですね、主要指標の方なんですけれども、売買代金がですね、前場、あ、すみません、5番の終わり近辺ですね、2時45分までは、1兆6000億ということで、本日2兆円に行くかどうかというところだったんですけども、かろうじて2兆円台を乗せたという状況になっております。ですから全体としましては、売買代金少ない、動いている株は大型株よりも、むしろ中小型であったというのが、この売買代金の流れからも感じられるかなというところです。そして大型株指数、中型株指数、小型株指数ですけども、動きとしましては大型株プラスなんですけれども、小型株の方もプラスで引けているという状況です。はい。続きまして業種別の動向なんですけれども、保険、不動産、その他金融ということで、どちらかと言いますと内需系のところが買われているということですね。これはまた後でお話ししますけども、今週ですね、大きなイベントが控えておりますので、どうしてもそちらを様子を見たいという動きからですね、内需系の物色にこうなっているのかなというところですね。小売通信と続いておりますので、内需関係が大きくこう上に出てきているという状況です。一方売られた銘柄というのは工業ですね、エネルギー関係、石油、石炭とかですね、パルプ、紙といったところが、主にこう売られたという状況になっております。はい。そういったところがですね、本日のマーケットの大体の概況だったわけなんですけども、今週先ほどもお伝えしましたけども、大切なポイントが2点あるということがあったわけなんですけども、そちらの動向も踏まえまして、今週のですね、動きの方をちょっとこう確認していきたいなというふうに思います。はい。それではですね、資料の方またこうちょっと見ていただきたいんですけれども、今回ですね、ご存知の方も多いかと思いますけれども、6月の16、17日と、アメリカの方でですね、連邦公開市場委員会が開催されます。こちらの方ですね、多分おそらくこの6月では利上げというものはですね、ないかとは思われます。ほとんどない状況だと思いますけれども、この FOMC の後のですね、記者会見等でですね、この FOMC の中での話し合われている動向ですね、これが、おそらくこの6月以降ですね、どのような形で、金利の引き上げのスキームというかですね、アナウンスメントというのが注目されてくるということですね。それとあともう一つが、6月の18、19日で、開催されます日銀の金融政策決定会合です。こちらの方、黒田日銀総裁が先週10日の日にですね、円安を牽制する発言をしております。その後だけに でありまして、おそらくこの、記者会見ですね、こちらの方も注目されまして、おそらく記者の方ではですね、この円安についてのコメント等をですね、また求めてくるような発言というかですね、質問が出てくると思いますので、この記者会見の方がこう注目されるというところで、どちらにしましても為替の動向に絡んでくる大きなイベントというものがですね、控えておりますので、どうしても大型株というのは取り組みにくいのかなという状況だと思われます。そういった中で、中小型株の動きがですね、先週の金曜日から少し動きがあったわけなんですけれども、こういった中で、おそらくですね、為替の流れもそうなんですけれども、売買代金ももうちょっと2兆円前後という状況にもあるわけなんですが、業績に絡んでもですね、ちょっと割安な面が、今までですね、日経平均株価が2万円を超えて、堅調に推移してきたわけなんですけども、どうしても中小型株というのは、決算発表も終わってですね、
比較的業績堅調なのにこう少し目がマーケットから離されていたというような銘柄もございますので、まあ、そういったところをですね、今週は見ていくというような形になると思います。そういった中で注目していきたいところがですね、まあ、注目というかですね、ご紹介したい銘柄があります。まずはじめは6622の大変です。この大変に関しましてはですね、まあ、会社概要書いてありますけども、まあ、変圧器の専門メーカーで国内シェアトップということです。電力機器からですね、電気溶接そして溶接用のロボットということで幅広く事業展開しておりまして、それに加えまして高周波電源装置からですね、まあ、これも書いてある通りですね、搬送用ロボットまでということで、まあ、半導体の、まあ、どちらかというと、まあ、上の川上の工程から川下の工程までですね、まあ、幅広く装置等を手掛けているという会社です。そして、まあ、この会社の方なんですけども、まあ、決算発表も終わりまして、まあ、これからの動向を注目されるところにあるんですけれども、電力に関係するところなんですね。やっぱりその電力のところで、まあ、この会社は電力の売上に占めるのがですね、大体3割ぐらいあるんですけども、まずはちょっと資料の方を見ていただきたいんですけども、この売上の3割を占めますですね、まあ、電力会社向けの電力機器なんですが、まあ、これが今再生可能エネルギーを利用してそれも拡大して利用していきましょうということですね。しかも配電網を強化してこう流通の方をもっと活発にしていきましょうという国の国策としての流れがあります。まあ、そういったことを受けまして、まあ、配電網を拡充させるということはですね、まあ、この会社が製造しております電圧機器とかですね、電圧調整機ですね、あとはですね、変圧器などがまたさらに需要が新しく出てくるという状況になって、おります。そしてさらになんですけども、まあ、この会社ですね、16年3月期の営業利益の方なんですが、まあ、9年ぶりに過去最高益を更新するという状況になっております。まあ、この更新する内容もですね、変圧機器というのがもともとこの会社が持っているですね、まあ、変圧機器というものが非常にですね、堅調に推移している、先ほど言いました電力会社の需要があるということもあるんですけれども、まあ、この会社ですね、その他にも太陽光発電用のパワーコンを手掛けているんですね。この太陽光発電というものがですね、今一つというかですね、需要は盛り上がったんですけども、少しこう太陽光発電の規制等がですね、少し強化されたというかですね、まあ、いわゆる認可があまり下りなくなったこともありまして、少しこうマーケットの方では、ピークを過ぎたような捉え方をしているんですけども、でも高水準で推移しております。その他溶接のメカトロの反動源なんかもあるんですけれども、まあ、中国の自動化ニーズがですね、下支えまして、まあ、業績の方は堅調に推移していくんじゃないのかなというふうに思います。そして会社側の方なんですけれども、売上高ですね、前期比で 2% 増で1250億ですね、まあ、営業利益90億円ということで 7% 増ということで、まあ、一桁の増収増益ということで比較的控えめなのかなという感じがいたしております。まあ、これなぜかと言いますのが下に2点書いてあるんですけども、先ほど言いました電力会社向けのですね、需要が堅調だというところなのに、まあ、会社側は微減の予想をしているということですね。それとあと中国電気製造、これ子会社化したわけなんですけども、これ計画に含まれておりません。7月から子会社化ということで収益に入ってきますので、まあ、この辺も業績の上振れ要因になってくるかなというところですね。そして、最後になんですけれども、アルプス電気をご紹介したいと思います。サイズとしては若干ちょっと大きめなところがあるんですけども、まあ、この会社は自動車やパソコン、通信、情報通信機器用の電子部品の製造販売を手掛けております。まあ、この会社が何といっても強いのはレンズアクチュエーターというものです。これはスマホなんかにも入っておりますけども、手ぶれを補正する機構部品でございます。そしてこの会社の業績予想の方なんですけども、まあ、会社側のですね、売上予想が545億ということで 2% 増収ということですね。まあ、為替の見通しもちょっと慎重にしておりますので、ごめんなさい、545億は営業利益ですね。営業利益 2% の増しか見込んでいないということですね。まあ、為替の方も保守的に見ております。まあ、おそらくですね、会社側としてはかなり考えられるリスクをですね、織り込んだ形というようなことを申しております。そしてさらにこう注目していただきたいのがですね、15年3月期314億円あったものがですね、まあ、今年、16年3月期ですけども474億円ということで、まあ、大幅増額を計画している、いわゆる設備投資の関係のところですね。まあ、こういったところからもレンズアクチュエーターを中心に堅調な流れが続いているという状況にあります。以上でマーケットトゥデイをお伝えしました。ありがとうございました。